あなたの街にアイドルと看護師を増やそう、育成しやすい街づくりの方法。あなたの街にはアイドルと看護師は足りてますか？足りてなくて困ってる監督さんもいると思います。そこでこの動画では、卒業生の進路をある程度コントロールして町からアイドルと看護師がいなくなりにくい状況にする方法をお話ししたいと思います。ただし残念ながらある程度偶然に左右されるため、この動画の通りにやってもなおアイドルがいなくなったり看護師がいなくなったりってことはあると思います。もしそうなったら、どんまい。ではまずは町の人々の基本からいきましょう。町の人々は上限50人で毎年最大5人ずつ入れ替わりがあります。つまりだいたい過去10年分の卒業生が町の人々として出てくるっていう感じになってます。その町の人々の種類はこんだけあるのですが、アイドルと看護師の重要度はぶっちぎりでトップクラスです。まあその次にならず者が来て、まあ、本屋と占い師が続くっていう感じですかね。まあ、この辺はね、監督さんごとに違いが出るかもしれないですね。まあ、逆に、この辺は正直いなくても困らないっていうか、まあ、白踏んで、バッドイベント起こるよりはマシというか、まあ、そんなレベルですね。まあ、今作でのイベントの弱体化調整のしわ寄せをもろに受けた不遇ポジションと言えるでしょう。で、この町の人々なんですが、これに登録されるのは一般生プラスマネージャー合わせて6人の中から進路が就職だった5人が登録されます。まあ、ここまでで分かってきたぞって方もいると思いますが、これを踏まえて実際にどういう行動をとるのかを説明します。マネージャーは就職の場合アイドルか看護師にしかならないので、その5枠にマネージャーをねじ込む方法ですね。まずは毎年特待生をプロ入りさせます。ドラフト指名された一般生は確実にプロ選手として枠を使います。なので試合では特待生は可能な限りスタメン起用して、一般生よりもスカウト評価を稼ぎやすくします。総合力はコンボパワーと相談しながらいろいろ入れ替えてみてください。ドラフトはスカウト評価の高い順に指名されるので、特待生が指名されるようにスカウトマスに止まった時はまず特待生、次に登板しない投手をおすすめするのが有効になります。どっちもいなかった場合は一番スカウト評価が低いやつをおすすめしておきましょう。選択画面でね、選手長押しすれば確認できますんでね。まあ、そしてこの使用上の罠が存在するので、それをお知らせします。それがこの進路相談です。就職した5人が登録される以上、この進路相談で就職先を決めてしまうと、その分マネージャーの入る余地が減ります。大学進学かフリーターになってもらう必要があるんですよ。なのでこの進路相談を使うのは、目の前がマネージャー連続イベント3回目の金特確定マスで、いかなる手段を用いても進路相談以外で踏む方法がないぐらいの緊急事態の時ぐらいでしょうかね。まあ、とにかく一般生の就職を確定させないことでマネージャーが就職する可能性を残しておく。まあ、それでもね、まあ、こういう風にならず者とサラリーマンに枠を潰されることもあるんですけどね。まあ、そして枠が余っていてもマネージャーが就職しないっていうパターンもあります。あとアイドルか看護師かはランダムなので、アイドルばっかりだったり看護師ばっかりになったりすることは当然起こり得ます。そういう時はどんまい。この動画はいかがでしたか？感想や意見などなどコメントで聞かせてくれると嬉しいです。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それじゃあまたねー。